んな席ついて次始めるよ、うん、はい、皆さんどうもこんにちは、ウッシーです。今回なんですけども、NB ドローンスクールにドローンの資格取得しに来た Vlog ということで、今回ね、愛知県名古屋にありますあの NB ドローンスクールさんの方に、ちょっとお伺いさせていただきました。で、なんでね、この Vlog を撮ろうかと思ったかっていうと、結構ね、あのドローンについての質問が、まあ、インスタだったり YouTube だったりでかなり多くて、ここで学んだこととか、どういったことが学べるのかっていうのをあのこの Vlog にしてあの皆さんにお伝えできればなと思います。最初にね、ちょっと難しい話をしちゃおうかなと思うんですけども、まずですね、あのドローン、今まで僕は DJI Air 2とか、DJI Air 2S の、 あのプロモーションとかあの撮ってきたと思うんで、そちらの動画見てくださった方たくさんいるかと思うんですけども、実際にあの僕はこの Air 2とか Air 2S のドローンを飛ばす時っていうのは、無人航空機の許可、承認書というものを、航空局発行のものをあの行政書士さんに、お金を払って、取得していました。で、これが何なのかっていうと、自分がこのドローンを所持していて、でこのドローンをその国土交通省の方から、許可をいただいて認定されたものっていう形であの許可を取って、そちらであの飛ばしていたような形になります。で、あの今回ね、NB ドローンスクールさんに、ドローンの資格を取得しに来たってことなんですけども、このドローンの資格っていうのが IAU、国際無人航空機協会さんのものでして、協議会、あ、はい協議会です、協議会のものでして、今回ね、この IAU っていうもの、あれカードだよ、ちょっとカード見せても大丈夫ですかね。はい、今回の講師のよろしくお願いします。はい、今回講師してくださる北川さんのものなんですけども、この IAU のドローンインストラクター技能認証、これインストラクターの方の資格で、うん、はい、実際にはまたもう一個別の操縦資格、はいはいはい、機能の方になります。あ、なるほど、そちらの方になります。まあ今回ね、それを取りに来たということで、じゃあ今までウッシーはドローンの資格持ってなかったから貸すじゃんと思った方いるかと思うんですけども、結局この資格っていうのがこの無人航空機の許可承認書となりまして、これを僕は、お金を払って行政書士さんとか、司法書士さんにお金を払って、許可を取っていたという形になります。ただこの許可っていうのは自分でも取ることができて、その許可を取るにあたってこの IAU を持ってるとよりこの許可を通りやすくなるってことでいいですかね。そうです、そうです。はい、今まで何かありますか。まあ、IAU の資格を持ってると、はいはい、あ、この人はちゃんと飛ばせる技量があるんだねっていうのを国から認定を受けている団体になるので、うん、それが証明されるので、はい、この許可承認が通りやすくなるように一部省略される項目があるよってことです。なるほど、なるほど、なるほど。普通の方だったよりもより通りやすくなるための資格。そうなんです。なので僕はあのこれを持ってなかったですし、あのちゃんとしたそういうあの能力がなかったのでお金を払ったんですけども、今後ね、あのこれを今回もし合格することができたら、あの自分でこういうものを取っていこうかなと思います。で、現在ね、この IAU は、あの今は国土交通省、この NB ドローンスクールさんで取ったこの IAU だったら、この国土交通省認定の民間資格となっております。ただ今後2022年度に民間資格とまた別で今後国家資格ができます。はい、国家資格ができて、で国家資格が今後ドローンを飛ばす人にとっては必要なものとなるとなってくる、なってくるます。だからその今回僕はその国家資格を取る前に、このまずは民間資格を取って、でその後に、まあ、今後その国家資格ができたら、それをさらにこう取りやすくするために、今回の民間資格をアットマークディンフィルムズ君と民間資格を取得しに来たという形でいいんですよね。そうです、はい、というような形になります。はい、あと何かありますか。あとはまあ補足としては、はい、ドローンのこの資格取れる発行団体がいくつかあるので、あ、この1個だけじゃない、この IAU だけじゃないんですね。でなくていくつかあるので、はいはい、ちゃんとまあ遠いところの方とかだったら、はい、まあある意味自分の近くのところは大丈夫なのかなっていうのは国交省に持ってあったりするので、はいはい、
それを見て判断する。なるほどなるほど。どこですかね。この、ヌビドロスクールさんでこの IAU を取るのに1日講義、2日目3日目。IAU っていうのは団体名になっちゃうんで。じゃあドローンの資格を民間取るのに、あ、民間資格を取るのに1日講義、2日目3日目実技で24万8000円ですか、はい、はい、24万8000円ほどで、取得することができますというわけで、はい、すいません、今回は来てます、よろしくお願いします、よろしくお願いします、リンクもよろしくお願いします、はい、というわけでそんな感じです。電波がもうここ通干渉しちゃうと問題がある。ここ見ると、まあ、直接当たるのが 1と2のエネルギーの今日はね、こちらの方を使って勉強しました。はい、こんなに、まあ、ほぼ覚えましたもん、はい、すごいページ数。もうやっぱり分かりやすかったです、とても最初授業中バカ眠くなりそうだなとか思ってたけど全然眠くならなかった。よかったですどうですか1日目を終えて1日目を終えて、いや、知らないことだらけだったんで、うん、確かに。ちょっとなんか DJI さんとかにリスペクトするところが確かにそれはあるな。DJI ってこのバッテリーだってめっちゃすごいんだぜみんなリポバッテリーって言うんだけどね、これ実は本当にねすごいんだよこいつ。インテリジェントなんちゃらでもインテリジェントはコンピューター制御みたいな感じでしたっけフライトバッテリーですイエス。じゃあ今日は1日目ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、それではね、2日目の僕たち、せーのはい、本日2日目になります。今日は、こちらの建物です見えてない見えてない、はい、今日はあの実技ということで、頑張っていきましょう。よろしくお願いします。それではいざ潜入。 Your feet, this is a shakedown. All of that beat just like a shakeout. あ、おはようございます。すいません、勝手に入ってました。あ、はい、30分ぐらい実際かかるの、自由にあ、じゃあ最初の30分はこれで遊べっていう、遊べという時間です。とりあえず触れてみようって。じゃあ触ったことないからやってみましょうか。はいで出しても伝わらないようなところって結構あるので、はい、で欲しい方向を手で向けて、はい、でこっちに行ってくださいっていう、で回す方向もその回転方向に合わせて大きく、おお、すげえすげえ、ここ飛んでんだぜ。おお、すげえすげえすげえ。さあ、レッツだと思う。おおこれで終了になります。あ、じゃあ2日目お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。明日もここ集合ですか。明日もここで了解です。はい、今日は実技の試験の練習をしました。3日目に行きます。せーの、はい、というわけでね、3日目スタートしました。リン君と先生はジャンプした瞬間に消えてしまいましたね。こちらを持ってはい、じゃあ、お願いします。はい。
はい、というわけで、これから実技の方の試験をやっていきたいと思います。頑張りましょう先生よろしくお願いします。めちゃくちゃ厳しくやります。実技でなんか減点が20点以上あると不合格で、あと逆舵って言ってこのドローンを思ってない方向にやっちゃった瞬間にもう一発退場と。一発退場やり直し。はい、まずはディン君からいきます。じゃあディン君からいきます。合格で96点。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。危ねえ。いやマジでちょっと緊張した。ほぼ完璧。マジバックミスった。あ、こっからここ？こう。来る時？そう。一番自分が見えてる。緊張するとなんかやります、ね。緊張プラス風もいるから。確かに。ちょっとスピードをね。いやなんか俺この空気感でやるのやだな。では僕の番行ってきます。初めて満点合格です。わーい本当ですか。ポイントのところで若干怪しいのはあったんですけど、はい、実際ポイント間での修正は減点にはならないので、なので満点になりました。リンク乗る。わかりです。おめでとうございます。じゃあ次筆記っすね。問題は筆記。まあ実技は合格したということで。実技合格で次は筆記ですね。なんか変な緊張しましたね。変な緊張感あるよね。変な緊張感ある。さっきやってること変わんないな。どうですか試験。満点ではなかった。俺も満点ではないな確かに。終わりました。終わりました。10点以上で合格です。はい。はい、どこだ？88点。セーフですねこれ。セーフ。ディーンさんは？僕は2問ミスの92点です。うわ点数高ー。おめでとうございます。あら、ありがとうございます。ってことは合格ですか？合格です。やったぜ。終わりました。お疲れ様でした。万歳。